皆さん、鳩って触ったことありますか？昨日、ある建物にね、窓から鳩が入っちゃったらしくって、で、そこ職員さんが出せないって言うんでね、自分がトコトコトコって言って、鳩別に得意じゃないんですけど、見てる分にはいいんだけどね、その鳩をガッて捕まえて窓からファッて、逃がしたんですよ。で、その時に、格闘、夢中で格闘してたんで、足首をね、ひねったらしくって、それでね、ほら、ちょっとね、足を、軽くね、捻挫してしまって、それで今回座りでトークさせてもらいますが、お許しください。どうも、アイジです。今回は、ある動画シリーズの、使い方をですね、ちょっと説明していきたいなと思います。で、それ何かっていうと、中学校3年生向けに撮ってる高校受験対策ってあるんですよ。で、その中でも、シシュシリーズっていうシリーズがあって、それの使い方について話していきます。まず、このシリーズね、ご存知ない方もいると思うので、ざっくり言うと、高校受験対策って、その名の通り受験対策なので、実際に都道府県立、公立ね、入試で出た問題をピックアップしてきて、その受験の問題を使ってるんですよ。で、数学だったら関数とかさ、図形とか確率みたいに単元分けてるんですけど、その中にシシュっていう単元じゃねえや、グループ分けしてるものがあって、これは入試の最初に小問集合あるじゃないですか。大問1番に大体の都道府県立があると思うんですけど、あそこの、どんな学力の方も、偏差値が50だろうが、60だろうが、30だろうが、40だろうが、どんな子だろうと、みんなが絶対に全部正解できるようになってほしいっていう問題を詰め込んだのがシシュシリーズなのね。まず、このシリーズで一番言いたいことは、数学が苦手な方、数学が得点として取れない、それで苦しんでる方、ちょっと諦めてる方、でも、なんとかしたいなって思ってる方は、このシシリーズ繰り返し繰り返し何回もやってみてください。そうしたら、数学の見える世界が必ず変わります。それは保証します。このシシュね、明日で39本目の投稿をします。で、大体の動画が10問から15問ぐらい問題が入っている。10問だとしても、390問の基礎問題をやったことになります。さすがに高校受験でね、それだけ反復練習したら、相当身につくよ。相当力になる。で、もちろん、一回やっただけじゃなくて、何回も反復はしなきゃいけない。自分ができなかった問題とか不安だった問題っていうのはね、その努力っていう部分はもちろん必要にはなるんだけど、ああ、もうできない。何の参考書やったらいいかわからない。どうすればいいかわからないって、もし悩んでる方がいるんだったら、ひとまず、このシシュ、そのシシュシリーズを繰り返しやってみてください。で、こっからやるときのポイントになるんですけど、まず一つ目が、必ずストップウォッチを用意してやってください。このシシュシリーズは、早く正確に解くっていうのがテーマです。いいね。早く正確に解く。数学がある程度できる方にしてみたら簡単です。こんなんやっても意味なくねって思う方もいるかもしれないんですけど、そこをやっぱり早くスピーディーに、ケアレスミスをなく、そうやって解く練習っていうのはすごく力になります。本番でも。なぜかっていうと、本番は自分が思ってる以上に時間がかかるから、緊張もあってね。なのでそういった練習もなるので、ぜひ使ってみてください。で、二つ目が倍速再生です。YouTube、今、スマホで見てもね、できるようになりましたけど、画面の右下かな？歯車みたいなマークだと思うんですが、そこを押すと、スピードを変えれるんだよね。動画のスピードを変えることができます。1.25 倍速、1.5 倍速とか、2倍速とか。さすがに2倍速だとね、ちょっと授業聞きにくいかもしれないんですけど、おそらく 1.5 倍ぐらいだったら、絶対聞けると思います。自分の授業動画。で、この、主シリーズは問題数が多くなってしまうので、動画自体が長くなります。解説がちょっと長くなるんでね。で、もちろん、自分が間違った問題とか、説明聞きたいところだけピックアップ、9番だけ聞きたいなと思ったら9番までですね、早送りして見ることももちろん OK です。それって全然構わないんですけど、もし全部ちゃんと見ようとする方は、倍速再生するといいです。だいたい20分とか25分とかの動画もあるので、倍速すると20分経ったものも15分とかに減るからね。時間が短くなるから、うまくその辺は使ってみてください。で、三つ目なんですけど、これは、かつてね、ちょっと、かなり出来の良かった子が教えてくれた使い方なんだけど、その子、もちろんこの数学のシリーズなんで、全部解ける子だったのね。でも、毎日使ってたの。毎日見えた。それは、あと合格した後に教えてもらったんだけど、で、なんでやってたかっていうと、その日の勉強の一番最初にシシリーズを一本見るって決めてやってましたと。で、それが、シューシリーズってできる子にしてみたら、問題解くのも、数分なのね。で、早送りして丸付けして確認、丸付けしたら全部で10分もかからない。うまくいけば。で、その最初に、ガッて集中して、ケアレスミスないように、ガッて集中して解く、丸付けする、OK って、そっ
から自分の勉強を始めることで最初にこうガッて集中してるからリズムが生まれてよかったんですってその子が言ってたのね。で実は自分がもし学生で今この辞書シリーズがあったらそう使うって思って撮ってたからすごく嬉しかったの、その使い方をしてくれた時にね。でなんでかっていうと、勉強ってこれは刺繍シリーズ関係なしに勉強の一番最初、今日勉強しようと思って一番最初ってできるものからやった方がいいの。つまずくものをいっぱいやんない方がいい。なぜなら心が折れるから。最初はある程度できることをやってってリズムに乗ってきた時に、例えば英単語の暗記やったりとかちょっと難しい問題にチャレンジしたりとかってした方がいいのね、リズムとしては。だからその子はそういう風に使ってました。でもちろん10問あった時にいや全部できるとかないし、そんな得意じゃないしって思う方いるかもしれないけど、でも例えば昨日やった問題を昨日は5問しかできなかったのが8問できるようになったって、昨日できなかった復習したことがちゃんとできるようになった、 OK って、昨日より成長してるじゃんっていうところからスタートしてもいいわけだよね。でそういった感じでうまく使ってみてください。でもう動画も39本あるので、例えば1番の動画を今日見ましたって連番でやってったら、次にこの1番に出会うの39日後だからね。まあ、多分それまで増やすからさ、俺40日後とか45日後になる。1ヶ月半後だよ次出会うの。だから次に出会った時もまた新鮮な気持ちで解けるし、逆に言うとそれだけ時間経っちゃうと忘れちゃうから、復習のタイミングを自分でうまくつかみつつ、そうやって師匠をうまく使ってください。まあ得意な方にしてみたら、いらないって思ったらいらないです、強要はしないです。でも数学が特に苦手な方でも変わりたいって、できるようになりたい、例えば最初の小問集合はきっちり解けるようになりたいっていう方は、絶対にこのシリーズやるだけでも解けるようになるから、なる、自信持ってお勧めする、応援するからやってみて。で最後にこれは相談受けたやつなんだけど、その基礎的なことやってるじゃん、そうするとこんなんもできないのかよとか、こんなんやってんのってバカにされましたと。気にしなくていいから、そんな、これはこれここだけの話じゃなくって、人が努力してることを、それをレベルをね見比べてバカにするやつなんて、そんなやつの口なんか気にしなくていいよ。気にしなくていい、マジで無視でいい。まあ気にするだろうけどね。もし気になってそれでへこんだ時はメール送ってください。自分がもういくらでも励まします。だって応援するし、心から応援する。で、もしかしたらその子と比べてしまったらね、自分なんてって思うかもしんないけど、みんなはみんなです。みんなは自分の道を歩んでるの。噛んだけどちょっとね。なのでぜひ、うまくね趣旨で使ってくださいっていう動画だったんですが、本当にねそう思ってますので、よかったら他のこれからの受験勉強に活用してみてください。